お越しいただきありがとうございます。ではお二人に司会をお任せして、原様、お願いします。はい。いや、よろしくお願いします。時間的にはだいたいトータルで20分ぐらいなんですけども、私の方が質問するような形でいろいろ答えていただきます。で、最後の5分ぐらいですね、時間を頂戴しまして、皆さんから、まあ3程度かなと思うんですけども、お聞きしたいことを、質問という形で受け付けますので、何か内山選手に聞きたいことがありましたら考えておいてください。はい。ではまずですね、7月の、はい、5度目の防衛戦なんですけど、はい、おめでとうございますなのか残念でしたなのか、まあ、微妙なところなんですけど、僕的には残念でしたって感じですね。はい。バッティングの瞬間っていうのは、はい、どんな感じになっちゃうんですか。まあ当たった瞬間で意外とすごい痛みじゃないんですよね。ただ当たった瞬間も本当目の前真っ白になって、はい、衝撃で、でそのもう2秒後ぐらいにすごくこう、まあ、生々しいんですけども、あったかいものがドロドロっと流れてきたんで、あ、もうこれはバックに切れたなってすぐ分かりました。はい。やっぱり目はほとんど見えなくなっちゃうんですか。まあ、血が入るとそのドアッといくんで、もう視界が白くなる感じですね。はい、白くなっちゃうんですか。白くなっちゃう。赤じゃなくて白くなっちゃう。もうかすれるというか。ちなみに今回はどのくらいになったでしょう。結構幅ありますよね。幅が6センチほどで、深さがまあ約1センチぐらいとか、ちょっとだいぶかかったんで、はい、まあ、外側だけ、本来切った場合って外側縫うんですけども、それだけだとちょっとくっつきが悪くなるということで、中も縫って、外も縫って、はい、ちょっとやって、試合からもう7月の16でしたよね、はい、1ヶ月ちょっとですね、ぐらい経ちますね、はい、だいぶ、大丈夫ですね、もうだいぶ、練習の方も、はい、まだ軽めですけども、ね、再開してますし、あとは、まあ、スパーリングなんかはちょっとまだ衝撃与えていけないんでできないんですけども、まあ、あと1ヶ月半ぐらいちょっと我慢してやっていきたいです。はい、で、内山選手の防衛戦の後、まあ、オリンピック、はい、ちょうど休養の期間なんで、ゆっくり見られたんじゃないですか。オリンピックは、まあ、あんま他の競技はそんな見なかったんですけども、はい、まあ、ボクシングだけはやっぱりしっかり見てました。まあ、金メダルの村田選手、はい、清水選手、で特に村田選手の場合は渡辺ジムで、まあ、一緒にトレーニングした。渡辺ジムというよりは、まあ、僕がプロデビューしたのが2005年で、はい、まあ、その頃からまあ、アマチュアの時してたんで、まあ、練習来て、内山さんじゃちょっとマスやりましょうとか、うん、そういう形で少し一緒に軽くスパーリングやったりとかやってまして、はい、ただしょっちゅう来てたというよりは本当にもうたまにフラッと来て練習するというか、であと僕の佐々木トレーナーが、はい、村田と同期で仲いいので、それでミットを持ってくれ、はい、佐々木ミット持ってくれみたいな感じで村田がよく練習に来てたんで、うん、そうです。新聞報道によると村田選手のボディーブロー、はい、内山さん店長した。いやいや全然なんかそういうわけでもないですか。どうでしょうか。完全にそういう話になってで、村田とも電話した時に、村田もなんか、でも内山さんとボディ打ち方僕違いますよみたいな、ちょっと最初にそうだよなって。ただまあ、たまたまテレビ来た時に一緒に練習してて、はい、で僕はまあボディ打ちの練習をしてたら、村田がそれちょっとどうやって打ってるんですかみたいな話になって、それでちょこっとこうこうこうみたいな感じで本当まあ2、30分ですよ、やつだけで、それがなんかいつの間にか自然なんか僕もなんか直伝だとかなっちゃって俺もなんかちょっとそういうのがすごい困っちゃって、なんか別にでもそんなこと教えなくたってあいつは金メダル取ってたらしい、まあ、だからもう本当それは関係ないですね。もうあいつの実力です。書いたのこの辺の人ですか。いやいやいや。じゃあちょっとその村田選手なんですけども、オリンピックで、はい、金メダルを取るっていうのは、やはり同じアマチュアでオリンピックを目指した内山選手からしたら、その価値っていうのを一番わかるじゃないかと思うんですけど。そうですね。まあアマチュアボクシングで村田が金メダル取るのは全然目立ってなかったんですけども、まあ、僕もずっとアマチュアで。24までだったんですが、本当難しいんですよ。アマチュア場合、その日本でチャンピオンを取ってても出れないんですよね。まず日本でまず優勝してから今度アジア予選行って、アジアの中でベスト6、6まで入らなくちゃいけないんですよ、はい、そういう形があるんで、でさらにすごい人数が多いんですよ、アマチュアボクシングって。もうこんな国までやってるのか、だからベトナムとかカンボジアとかもそういうところまでもうみんなやってるんですよ、うん、なので本当に装が厚いというか、はい、
まず勝ち抜くのが大変なんですよね。でそこの中で勝って選ばれた大陸からみんな試合出てくるわけじゃないですか。だからオリンピックなんか特に4年に1回ですし、その中で取るっていうのはもうすごいですね。僕なんかオリンピック出れなかったですから、そこがすごいなと思いました。その後村田選手とは何か話をしました？帰ってきてそのちょろっとそういう話ぐらいして、なんか今日も近畿の、国体予選で、2ラウンドですかね。2ラウンドなんか一応予選は、勝ったんですね。はい、じゃあその金メダルつながりなんですけども、今日もう皆さんご覧になったと思うんですけど、モハメド・アリもローマオリンピックで金メダル、これはご存知ですか？あ、それはもう知ってます。確か18ですよね。すごいですね、18歳オリンピックの金メダルで。アリに関しては、リアルタイムではないですよね、年齢的に。そうなんですよ、ちょうどですね、でも僕が1979年生まれなんで、その年にアリが最初に引退したということで、すごいなんか時代差を感じるなと思いますけども、やはりこんだけ経ってもそんだけ有名ってことはやっぱりすごい偉大な選手ですよね。アリというふうに聞いて何を一番真っ先にイメージしますか？僕がアマチュア時代にすごい身長だと思うボクシングが、要はアウトボクシングだったんですよ。アマチュアの時はもうずっと足使っているボクシングで、やっぱイメージが蝶のように前に蜂のように刺すっていうイメージですごいやってたので、それがすごく印象に残ってますし、そのアリのフットワーク使ってジャブなんかも、やっぱ昔の映像ですけど見てちょっと真似したりもしたことありましたね。じゃあそれが今の試合にも多少は反映されてますか？今こじつけですけど、そうですね、今アマチュアの時はちょっとスタイルだいぶ変わっちゃいましたけど、ただジャブのやっぱ基本性と重要性っていうのは一番すごく考えてるんで、やはりそういうところはもうアリから学んだ部分がありますね。今回このフェンシングアリも内山さんご覧になってますか？あ、見てます。はい。どんな印象を持ちました？やっぱりすごいなと思いました。歴代のそのやったチャンピオンとかが出てきて、周りの話とかするじゃないですか。そういうの聞いてるとはすごい男だなと思いましたし、ボクシング以外でも徴兵制の問題だったりとか、いろいろそういうのも見てやっぱり考えさせる部分ってすごいありましたね。あとは見てて一番思ったのはやっぱりその当時はみんなもう稼ぐためにボクシングやる、この生活から抜け出さないボクシングやるってところが、かっこいいなと思いました。アリには、映画でもたくさん出てくるんですけども、アリにはライバルがたくさんいましたよね、ジョー・フレイジャーしかり、ケン・ノートン、ジョージ・フォアマン、そのライバルっていうことに関してやっぱり、結構大事な存在かなと思うんですけど、はい、いやライバルは、ボクシングでやっていく中で、本当一人だけ飛び抜けてたら多分そんな強くなれないんですよ。やはり同じぐらいのレベルだったり、あとはこいつには負けたくないっていう選手がいたりとか、そういうのがいてこそ成り立つと思うんですよね、ボクシング その成長っていうのは、内山選手の場合、今現在でもそうなんですけど、その以前に誰をこう目標にしたとか、誰をライバルとして意識したとかってありますか？目標はですね、目標は特になかったですね。最初はボクシング始めた時のその印象としては、僕はもうマイク・タイソンみたいな、タイソンですか？タイソン、すごい強いなと思って、もともと辰吉さん見てボクシング始めたんですけども、憧れて、ただそのタイソンを知った時にすっげえと思って、こんな強い選手いるんだと思ってやってましたし、今はライバルはそうですね、よく言われるんですけど、WBC のチャンピオン直君とか、でもすごいやはりかきたてられますよね。絶対負けたくないなって気持ち強いですから。いつ頃から青選手のことは意識するようになりました？そうなんですか。ただやはり彼がスーパーフェザーのチャンピオンになってからですね。ただ彼とはですね、まだ彼は中学生ぐらいの時に、僕はもう高校生で、それでよく練習、花咲徳原高校にちょこちょこと来たりしたんですよ。彼が？で、その時に一緒にご飯行ったりとかで、彼はまあ高校生の時、僕は大学生で、こうちょっとなんですかね、いじったりしていじったんですね。可愛がってるというか、そういう感じだったんで、だ急にまさかだってこんな、年になっていきなり対戦するかもしれないとか、やるっていう話になるとは思わなかったんで、ちょっとびっくりですよね。
あの時々後楽園ホールで、はい、あの直接顔を合わせたりもしますよね。そうなんです。だから昔はもうよくあのわけあいで話したんですよ、今はだからもうあえて向こうからちょっと歩いてあのパッと見えたら、はい、あえて進路変えたりします石川さんの方が変えたりします。向こうもなんかそういうの気遣ってるって言ってましたね。あ、だから難しいですね、まあ、難しいですよ。別に憎いとかじゃないですよ、そこで会ってやっぱ話しちゃってるとやっぱなあのお客さんとかもあなんか仲いいじゃんとかなっちゃうと冷めちゃうんですよ。あとはこっち的にもやっぱりもうそう戦闘態勢で若干入ってますから、あ、そうするとやっぱり今更もうそんな、はい、ね、わけは話したくないなっていう気持ちもありますし、じゃあ青選手以外で、海外の選手でとなると、暫定チャンピオンが、はい、ブライアン・バスケットというコスタリカの選手がいるんです、はい、彼のことも意識はしますか。あ、もちろんやっぱり、まあ、暫定なんであのいることがやっぱり嫌ですから。許せない。許せないですよ。だって、だっていや、これが理由があっての暫定だったりですよ。はい、だから僕は現役ずっとチャンピオンでいて、またちゃんと試合もやってたのに、突如あの入ってきましたから。まあ、WBA は去年の秋、2人暫定がいましたからね。そうなんですよ。まあ、ふざけた話ですよね。また出てきたら、まあ、ただ、ね、しっかりやって価値がいい話なんですけど、それでまた出てこられても嫌ですから。まあ、とにかくでも今暫定 そのブライアン・バスケス、はい、28戦一応全勝ってことなんで、まあ、それしっかり倒して、弾みをつけたいなと思ってますけども、はい、そのバスケスを含めての話になりますけど、次の防衛戦の、はい、まあ、大まかな、まあ、予定というかプランですけど、はい、どんな感じになってますかね。そうですね、まあ、とりあえず12月ぐらいにやりたいなっていう話もしてますし、12月ぐらいで一応ちょっと予定を立ててみようっていう話になってるんで、はい、まあ、で年内にもう一回やって、はい、で、まあ、おそらくそれがまだ相手は分かんないですけども、はい、まあ、僕の中で多分ブライアン・バスケスとやりたいなっていうのがあるんで、はい、で終わって来年、まあ、はい、春かそのぐらいに、青くとやりたいなっていうプランがあります。それはいいですね、ここで。まあ別にそれは全然別に、はい、じゃあ、質問とすれば、まあ、最後の方になるんですけども、現在の状況としてはどうなんでしょう。トレーニングは、トレーニングは、まあ、とりあえずですね、走り込みだけを主に重点的にやってまして、はいはい、で、まあ、シャドウとか、あとは、まあ、基礎トレーニングをやって、で明日ぐらいからちょっとジムワークを、まあ、はい、本格的に開始しようかと思うので、はいはい、分かりました。じゃあ私の方からの、まあ、インタビューはこのぐらいで、場内の皆さんから、3問、時間が限りがありますが3問質問を受け付けますので、どなたかいらっしゃいますか。何でも、はい、じゃあ一番後ろの真ん中の方、はい、こちらからお聞きしたいんですけど、まあ、今映画を見てて、やはり最後の1980年の試合というのは明らかにちょっと余計な試合だったように、まあ、ありがですね、はい、はい、ありですね。同じボクサーとして、内山さんはどういうふうに考えてますか。アリの引退時とあれですね、ラリー・ホームズ、ね、そうですね。いや、やっぱり、まあ、僕の中では、いや、ボクシングって要は、まあ、何百キロの衝撃で殴られるじゃないですか。要は交通事故みたいなもんじゃないですか、毎回。それこそもう、まだ反射神経がいい頃っていうのはすごくいいと思うんですよ。別に打たれる瞬間にやっぱり少しでも動かしたりかわしたりするんですけども、やはりちょっと衰えてきたりして反応が鈍くなったりするとやっぱまとめもらうじゃないですか。それがやっぱ一番危ないと思うんですよね。なのでやはりそのなんだろう、ダメージが残ってるとか明らかに周りが見てももうパンチをまとめに避けれなかったりとか動きが悪い時はやっぱりそういった周りの方がしっかりと受け止めて、まあ、それなりのことをやっぱ注意したりとか促したりするようなことがあった方がいいかなと思いますね。やはり自分は絶対常にやりたいと思うんですよ、試合っていうのは。どんな選手でも。ただそれがやっぱり本当に事故につながるっていうのもありますし、まあ、よくパンチドランカーとかそういった症状もなると、やはり僕の中でも昔の好きだったアイドルとかがボクサーがそういうふうにちょっと将来なんですかね、体に障害が残ったりするのを見るとやっぱ悲しいですから、うん、そういうところはなって僕も、うん、なんかいい方法はないかなっていうふうに思いますね、はい、どうですか。それはやっぱりそう思いますよね。やっぱどうですかね。そ
り選手はもう常に自分が強い、一番強いと思う。そうなんですよね、はい、それを周りが言った時にそれを聞いちゃうような人たちって多分そういうファイターにはならない人たちじゃないですか、うん、そこは非常に難しい、難しい問題ですね。だからやめろっつってってやめないですからね、みんな絶対、まあ、だからあと周りですね。そうなんですよね、あの周り、自分がどんだけ落ちてるかっていうのが自分でしっかり分かればいいんですけど、やっぱりなかなかボクサーっていうのは常に自分が一番でありたいとか常に世界チャンピオンになりたいと思ってるから、やはりなかなか足をあのなんですかね、洗うことはできないんですよね。これは難しい問題ですね、はい、じゃあ次の、質問のある方いらっしゃいますか。はい、ですかね。何でもいいです。じゃあ私の方からじゃあ一つ、はい、非常に内山選手というと KO ノックアウトダイナマイトというダイナマイトという、まあ、異名があるくらいなんですけど、 KO っていうのはどのくらい頭の中で意識してるものなんですか、試合に臨むのに当たって。あ、全く意識してないです。もう試合は本当にとにかく勝てればいいと思って、ただその中で練習ではやはり倒す練習をしてますから、はい、しっかり相手を仕留める練習とかもしてるんで、それが試合で出ればいいなと思いますし、ただそれを最初から無理やり出したってやっぱりそんな簡単にパンチなんて当たらないですから、やはりしっかりボクシングを組み立ててチャンスがあれば倒すし、そういったチャンスが来なければしっかり自分のボクシングを貫き通すっていうことを考えてやってるんで、 KO は今までまあプロ入って最初の頃はやっぱりすごい KO に憧れて KO ばっかしたりとか全部 KO できたなと思ってましたけど、今は全然そういうことはあんまりないですね。じゃあそのプランとしては12ラウンドをある程度想定して、そうです、試合にやってます。リングに上がるわけですか。はい、これまでで一番手応えのあった自分が入れたパンチ誰の試合ですかね。まあやっぱりソリス戦の最後の左服なんかは、まあ本当練習通りのパンチが最後出たんで、うん、すごく気持ちよかったですね。それはあの段階で狙ったんですか。あれはガードが若干下がるっていうのを見越して、まあ、して、はい、まあ、当たればいいなっていう気持ちで、まあ、大体でもあそこまで行くともうボディもはっきり言ってたんで、まあ、相当高い確率で当たるって分かってたので、それがまあ出したらそのまま当たっていったんで、やっぱりズーンとくるスーって抜けたんですか。やっぱすごい、なんだろう、肩まで来ましたね。本当にその、なんていうんですか、肩がもはい、はい、という感じですね。拳は大丈夫か。拳は大丈夫でした。はい、まだまだちょっと聞いていたいんですが、時間になってしまいましたので、ここでちょっとフォトセッションをちょっとお願いしたいと思います、はい、ちょっとこちらまでお立ちいただいてよろしいでしょうか。はい、新聞記者の皆さん、首が止まらないぐらい、まあ、皆さん書き込んでいただきました。映画の専門家の皆さんお願いしますね。はい、はい、これで大丈夫ですかね。はい、お願いします。ぜひ皆さん、一般の皆さんもぜひ感想と今日のトークイベントを参加に含めてブログとツイッターとつぶやいていただければ幸いです。はい、お願いします。どうもありがとうございました。